皆さんこんにちは、林健太郎です。今日も動画見ていただいてありがとうございます。さあ今日はですね、私が主催しているコーチングの学校、コーチングクリニックプロという学校があるんですけれども、それをですね、実際に土曜日の午後に講義を2時間半やってるんですけれども、その2時間半をですね、15、6分ぐらいにギュッと凝縮したバージョンで皆さんに お見せしてみようというような試みをやってみる動画です。で、実際にコーチングクリニックプロの中ではリアルなコーチングをね、動画を録画したものを教材にして、それを受講生の皆さんと一緒に学んでいるということで、その姿を見ていただくんですけど、ちょっとリアルな動画の中では実際にクライアントさん、お客様が出てきて個人的なお話をされるので、そこの部分をちょっと3倍速で再生して内容が分かんないようにしたりとか、ちょっとそんな工夫はさせていただいて、コーチングの中での守秘義務っていうのはある程度守った状態で皆さんにお見せしようかなと思っていますので、その辺だけご了承いただければと思います。そしてこの動画見てですね、興味ある、入ってみたいなんて思った方は、ぜひ情報をですね、コメント欄の方からですねチェックをして、概要欄からチェックをしていただければなというふうに思っています。ということで早速見てみましょうかね。ではどうぞ。よし、じゃあ始めましょうか。はい、では皆さんこんにちは。こんにちは。土曜の1時といえばコーチングクリニックプロ、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日もですね、この2時間半皆さんと一緒にコーチングを極めていく時間になったらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。あとは皆さん今日もね、さまざまなレベル感でさまざまなスタイルでコーチング使っている方がいらしてくださっているので、皆さんが必要だと思う学びを必要なだけしてもらうっていうのと、あとは自分が思う一番マニアックな質問、働きかけみたいなところを考えながら関わってくださると面白くなると思いますので、よろしくお願いします。ぜひですね、発言積極的にしていただいて、これ気になるっていうのがあったらチャットでもいいので、思ったことを感じたことも含めて言っていただけたらと思います。で、今日ですね、クライアント本人もいらっしゃるのもありますし、まあいらっしゃらなくてももちろんなんですけど、批判するような質問とかコメントは NG でお願いします。はい、ということで教材動画に入る前に1分瞑想をして、ちょっと一旦落ち着けてから行きましょう。1分静かな時間をお過ごしいただけたらと思います。それではお願いします。はい、1分経ちました。林さんのですね、教材動画の準備が整い次第始めたいと思いますので、林さん準備お願いいたします。では行きましょう。はい、お願いします。はい、今日はじゃあ1時間ぐらいでやっていこうと思うんですけど、うん、今日どんな時間にしましょうか。OK、はい、じゃあそれ話してみよう。はい、うん、お願いします。もうちょっとだけ欲しいかな。なんかこう頭にあること、まあまあ吐き出す感じで言うと、豊かさっていうところを中心に語るとしたら何だろうね。さっきのさ、共感するねっていう言い方、うん、もう一つポイントだよね。客観性をキープしたいんだよね。うん、あ、わかりますじゃないっていうね。うん、共感したって伝えるっていう客観度合いが欲しいっていうこと。今、豊かさっていうのが一つ、こう、なんかこう、測れるものだとして、はい、自分の中でその豊かさが満たされているのが100点だとしたら、今何点ぐらい？ああ。これも、王道の運びですね。なんだっけ？あ、何言うか忘れちゃった。珍しい。訂正と定量の話しようと思ってた。お客さんが訂正情報を言った時には、林が受け取ってる意図が違うとしたら、マッチングが良くないんだよね。同じ言葉使っててもね。なんで、それを定量化する、何点ぐらいなのっていうと、お互いにイメージが合ってくるみたいなことをやるのは、コーチングの中では割と王道の運びだったりします。
それ言ってみてどう？で、じゃあやりたいことを今詰め込みまくっていますと。はい。で、それを継続してったら100に近づく。これ前回やった流れとちょっと違う、前回話した流れとちょっと違うのは、もう自分で100点を照らしに行ってたよね。うん。なので、うん、何点だったらいいのっていうくだりは省略してもいいかなっていうようなことで省いてる。何年後ぐらいにその豊かさ100にたどり着きたい？絶対自分で自問自答したくない質問だよね。なので聞くに値する。なんかいろんなしがらみがなかったとしたら何をやりたいかしら。このぐらいまで我慢してほしいよね、そのこの問いはね。うん、冒頭で 何の制約もなかったらって言ってもなんか軽やかになっちゃうんだけど、ここまで来ると意味をなしてくれるね。そっか、じゃあなんかリノベーションとかリメイクとかいう感じなのかな。なんか朝の話じゃないけど、わからないふりっていうのはすごい有効なセッションだね。うん、なんとなくわかるじゃない言ってることは。だけど分からないふりをするっていうことで成立させていく会話の、まあ、典型ですね。ここなんかもこさんとりょうじさんのやっぱアンテナ立ってるよね。どこ行くんだこの会話みたいな。ちょっとやっぱアイドルタイムというか雑談の時間が欲しいんだよね。あんまりこうここで頑張んない。こう残りの時計見てるとあと15分ぐらいしかないから焦りたくなるんだよね。で、こっちが焦りたくなるってことはクライアントさんも時計チラチラ見てるはずなので焦りたくなるんだけど、そうすると会話の質が下がるので、この時間は粘りどころかもしれない。必ずなんとかなる、収まるって信じてちょっと泳がす、ゆっくりするっていう時間が生むと信じるしかないんだよね。コーチングスクールたちかっこ悪いからさ、もうイケてる見た目にしないとね。はい、この活動を今日からスタートしたとして、はい、うん、1年って言ったから1年後、うん、どんな変化が起きてると思う？いい感じ。はい、うん、言い残したことがあれば。はい、じゃあコーチングはこれで終わりますか。はいはい、これでコーチングおしまいということで。はいはい、なんかファンで帰っちゃう人たちが多いみたいなんでさ、いつも最後に撮りますけどいない人がていうか涼次さんが映ってほしいのよ。はい、まだ終わってないけどね。何枚か撮ってます。はい、じゃあ林さんありがとうございました。一応時間的に一旦休憩を。はい、では後半ですね。質問、感想、疑問、好奇心、クレームなどなど受け付けます。イメージが違ってたっていうところで、林さんが分かったつもりになっちゃったけど、私分かってなかったと思うっていう発言があったんですけど、なんかこれって違ったなと思っても言わずに進めることもできたけど、ここにあえて置くっていうのはなんかどういう効果があるのかなと思ってお聞きしたい。そうですね、コーチングの時はコーチはパートナーなので対岸の家事じゃない、当事者としていろいろ感じながら関わってんだよっていうのを示唆するっていう狙いがありますよね。はい、うん、なんでこっちも感情を持ってるので、うんうん、なんか分かった気がするっていうのを伝えちゃうみたいな、うん、でもごめん先走っちゃった、違うよねきっとねみたいな、そんな感じがあると、あ、この人人間なんだなって認識するみたいな、はい、そんなとこ狙ってます。わかりました、ありがとうございます、はい。
なんか割と伝えるようにしてるんだよね。なんか分かった気がするとか分かんないとかいうのを割と伝えるようにしてます。え、じゃあ分かったって言わない。分かったは明言はしないけど分かった気がする。うん、そうだね。分かった気がする。分かったかも。半分分かった。なんとなく理解したみたいな。そんな感じで濁すようにします。分かりようがないので。ありがとうございます。はい。いちいち高度だな。はい。他にもあれば。はい。ちょっと前半で私自分で見ただけなので、もしかしたら聞き間違いだったらごめんなさいなんですが、はい、1年後って話の時に林さんは2年後って言ったとして、そこはなんかちょっとそこは気になったのと、その辺を知りたいなと思って、はい、はい。1年後はいつもの話です。1年後って言葉にするっていうことは1年後を考えている、いつもっていうこと、倍の時間にしたら何言うだろうっていうのをちょっと知りたかった、はい。見立てを持って質問を投げたけど、やっぱり思った方に行かないってなった時ので、全然違う方向行ったなって思った時の気の持ちようというか、なんかそこをそこに執着したとすると、コーチが執着したとすると、うん、こう話の筋を追いかけられなくなるかもしれない。だからなんかこれ違うんじゃないかな、こうでもこうだかっていう自分の中のこうこだわりと思考が進んじゃうと、相手を客観的に見たり傾聴したりができなくなっちゃうので捨てるみたいな、そんなイメージはあるかもしれないっていうのと、すげえな、人間ってすげえなとか思ってる。こう来るのが鉄板だで十何年やってるけどと思ってるのに、未だに違うのかみたいな、すげえな人間の能力とか思って感動してたりします。なるほど。これが十何年続けていく秘訣かもしれない。なんか分かった気になっちゃうんだよね。人間の全てを知ってますみたいな気になっちゃうんだけど、なわけないじゃないっていうのを経験を通じて毎回毎回学ばしてもらうからありがたいなと思いながら関わってます。うん。ありがとうございます。はい。はい。ちょっとミニコーチングしてみるか。はい。二人組がいいんですけど、みっちゃん。はい。で、二人組でコーチ役になった人は話してみてどうですかって。聞いてほしいんです。クライアント役やる人はわっと伝えてみてください。少しコンパクトに一息でまとめて伝えてみてください。それ聞いて句読点の丸がクライアントさんの中にあった瞬間に、話してみてどうですかって聞いてみてください、うん、そしたら何が起きるかっていう実験をしてみましょう。やること OK では行きましょう。じゃあ行けます。はい、いってらっしゃい。ということでよろしくお願いします。どっちやります。あ、そうか、今、あ、コトさん、今、どんな部屋から参加しているんですか？どんな部屋から？自宅の部屋です。自宅の。話してみてどうですか？そうですね。なんか、今、なんか暑いなとかなんか思ってます。暑いな、うん、話してみてどうですか？話してみて、なんか汗かいてきました。それ話してみてどうですか？話してみて、そうですね。向江さんにね、最初言ったんですけど、うん、僕、気合を入れるために海洋圏10倍。それ話してみてどうですか？そうですね、うん、意識すると海洋圏は使えるんだなっていう。面白い。面白いな。声さんがしつこく何回も聞きに行く感じがすごい良かった、ね、超 KY だったのに全く気にせずクライアントさんは答えるっていう。そうですね。うん、それが面白かった。さあ、どうでした皆さん。うん、なんかそうですね、思考が進むんだなっていうのはなんか思いましたね、うん、何回も聞かれても何回もする見てて面白かった。うん、はい、他の皆さんもどうぞ。なんか整理されたり、自分が話してる中で印象に思ったことっていうのを言うなっていうふうに思ってます、うん、満足してないことが発覚し、椅子を買うっていう結論にアッコさんと至りました、はい、すごいな、3分だよ。まあ、嫌われるつもりで多分6
回か7回ぐらい言ったんですけど、多分4回目ぐらいから少し話が変わりつつっていうか深まりつつと言えばいいのかな、まだ出るって思いながら、そのぐらいからもうずっと聞いてみたいなって思いました。なんか最初に言ったことと全然違うものが生まれそうな気がして、ちょっと嫌われそうだけど面白かったですね。ちょっと深くなったっていうのを体感しました。面白いね。いや、めっちゃ面白く、何、本当聞きたそうにしてくれるから喋っちゃうと思ってやっぱり笑顔と合わせるとか、その興味を持ってるっていうのがすごい伝わると、ね、話しやすいんじゃないかなと。うん、面白いね。なんか絶妙な言葉だなって感じました。はい、ありがとうございます。他の皆さんどうですか。はい、あ、どうぞどうぞ。じゃあ、CCP が好きだっていう話とか、もっとなんか、まあ、この優先順位を上げていきたいなっていう話で、じゃあどうしていこうみたいな話まで行って、ちょっと手帳を見てこれからの、参加できるようにするためにはみたいなところまで、はい、ちゃんと承認して復唱して言ってくださったので話しやすかったです。コーチングどう進めていいのか手上げたわと思ったら、話してみてどうですかって聞く。へえ、すごい。そうすると最低限時間稼ぎができるし、意外と洞察が深まる。さあ、この辺で一回向井さんに戻しますか。はい、林さんありがとうございました。はい、はい、最後感想なんですけども、今ある意味感想も聞いてるような気もしつつ、林さんからなんかまとめ的なものがもしあれば。はい、いい加減俺って天才なんだということを認めよう。あ、すいません、動画ではこれパッとしてください。さっきの5分で作っているので、全然何の準備もしてきてないので、それでこのワークが成立しようっていうのはすごいなと思ってました。だまあそれはひいてはそのコーチングっていう手法が優れてんだなと思ってたので、あんまりこうこねくり回さないで手法を信じてそのまんまやってもいいような気はしましたね。というのがここで分かったことなので、それを現場で下ろしたら全然違うこともあり得るので、それも面白いと思いながらいろいろと改善してみてほしいかなと思います。はい、クレームはこちらまで。はい、はい、ありがとうございます。そうですよね、また実践してみて、でまた来週ここに来ていただいてっていうサイクルをするとよりいいんじゃないかなと思っております。ここから30分ですね、交流会、雑談会みたいなのもありますので、よかったらぜひそこにも残っていただいて、まあ、ここまでという方はまた来週ぜひお会いできればと思っております。ということで、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、ダイジェスト版ですけどもね、見ていただきました。皆さんはどんな風に感じたでしょうか。ということで、これをですね、もう毎週土曜日の午後1時から2時間半という時間で受講生の皆さんとやってます。で、私はこの場をですね、こうコーチングのコストコみたいなイメージをしているんですね。こう必要な、まあ、コストコって 業者向けっていう前提だったと思うんですよね。その必要なものを業者さんが仕入れに来て、仕入れて帰って自分の、レストランなどで使うみたいな、そんなイメージだったとすると、ここもね、こうコーチング皆さんが営んでいる、あるいは日常で使っている中で、なんかここわからないな、これ必要だな、もうちょっと上手くなりたいなみたいなことがあった時に仕入れに来る場所だと思っているので、そんな場所がね、業界の中にもこうあるとすごく反映するんじゃないかなみたいな思いを持って作っている学校です。ですので、いつ入ってくださっても、いつ抜けてくださっても、やめていただいても、いつ休会してくださっても OK みたいな前提で、必要な分量を皆さんが取りに来るみたいな能動的な双方向の場所として作ってますので、もしご興味ある方はですね、情報チェックしてみてください。そして、この動画気に入った方はいいねボタンお願いします。そして、チャンネル登録もしよろしかったら、してみてください。ということで、林健太郎でした。また次回の動画でお会いしましょう。